こんにちは、大木町銀の馬場隆です。次はですね、沖縄県行ってきました。2023年6月ぐらいだと思います。あまり時間はなかったんですけども、近場に行ける海ということで行ってきました。5つおすすめしたいところをお伝えしようと思うんですけど、そのナンバー5、入り口が自動販売機のカフェ。これインスタグラムでね、探したんですけど、正直最初見つけられなくて、ちょっと道行く人に聞いて教えてもらいました。普通に自販機を開けるとそこはカフェになってね、こんな感じです。で、2つ目はですね、空港の近くに、これもインスタグラムで見つけたんですけど、ちょっと丘みたいなとこがあって、そこにレストラン、ジェラート屋さんとかいっぱいある。結構ね、観光スポットになってるみたいで、全然知らなかったんですけど、結構人が集まってる感じですね。写真撮るにのにいいかなって感じです。なんかブランコとかあったりするんでね。What's the name of the 沖縄第3位は、国際通り。ここ、沖縄の、いわゆる観光客が一番一通り、お土産屋さんもあるし、レストラン屋さんもあるし、人気ステーキ屋さんもあるし、で、ここで全て飲食が整う。結構ね、飲みほやってるとこもあって、私も結構、うろうろしてですね、どこがいいか探しまくりました。はい。で、それでは、第2位。オンガソンの方ですね。北の方に車で、3、40分ぐらい行くとこ、オンガソンっていう、ちょっとこう港とかビーチとかある、ちょっと田舎の方に行けるんですけど、そこに一泊した時に、たまたま見つけた大学、沖縄の大学がありまして、そこを入れるようになってるんですよね。カフェがあって、そこで外部の人も、コーヒー飲んだりできるとこで、びっくりしたのが、すれ違う人、ほとんど外国人の、生徒さんか教授さん、混じってると思うんだけど、ほとんど日本の人がいなくて、だから私たちも英語で、いろいろ、どっち行ったらカフェあるのとか聞いてて、建物もすごいし、景色も、すごい丘の上にあるんでいいです。いやー、ほんと、こんな大学だったら、本当に、勉強やる気になると思います。ちなみになんか研究とかをやってるとこが多いみたいで、私も興味あるとこいっぱいありました。それでは、栄えあるナンバーワンはですね、これは、オンガソンよりももうちょっと手前、南の方の、にある、星野リゾートさん系列のホテルがある。で、そこのカフェが一般に公開されてる。で、海の前で、もうほんとプライベートビーチ。いわゆる岩で囲まれてるので、ビーチ自体はあんまり大きくないし、そんなに綺麗でもないんですけど、完全にプライベートということで、なかなかなるようでない、ですね。もちろん、食事とか飲み物もグーどうでしょうか。これよりもいいとこある人、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた。